ジャガポックルなど人気のお土産が値上がりします。カルビーは国内各地の土産店などで販売している地域限定のスナック菓子、合わせて31品を10月2日の納品分から順次値上げすると発表しました。店頭での値上げ幅は想定で5%から20%程度で、ジャガポックルおほうつくの塩味は、 1050円前後が想定価格で1100円前後にじゃがりこたこ焼き味は950円前後が想定価格で1000円前後に値上がりしますカルビーはエネルギーや原材料価格の高騰が要因としています